人はただ道の石くれに過ぎず、死なば一切が無に帰すのだ。されば現世も来世もなく、因果応報などざれ事でしかない。人千人殺し天や、しからば極楽往生すべし。死は己に捧げる最高の供物なり。死を恐れる流れ、死は我と共にあり。天に選ばれし、この悟りの旗のもとに集いし者どもよ、わしはお前たちに約束する。争いのない、誰一人飢えることのない理想の国土。我と共に歩め。神は我が悟りと共に。おめえも里見んとこに行くのかよ。行かねえんじゃなかったのか。あだうちはどうすんだよ。女みてえにぐちゃぐちゃとうるせえ野郎だ。 なんだと食えねえ野郎だぜ、まったく。
なりが。こんな時、八つ草がおれば月下の首など。八つ草、誰じゃ、な、何者じゃ。この輝きはもしや、アボシ。で、火球の用途は何じゃ、金丸。恐れながら。山下定兼の件にございます。過大なる年貢の取り立ては民百姓を苦しめるだけのこと。我らが今日あるのも彼らの日々の働きがあったればこそにて、その民百姓をないがしろにしては、ご政道の成り立つはずもなく。黙れ。その方、定兼を勘定方に抜擢せし、わしを無能呼ばわりする気か。めっそうもございません。私はただ殿にご政道の何たるかを。黙りと言うにゃ。父上、どこへなりと失せろ。金丸八郎高吉が所払いを命じられたか。これで殿に意見できる者は誰もおらんな。あなた様がおります。そう、俺がいる。俺だけがあの間抜けに意見し、そしてあいつは俺の言うがまま。明日殿を鷹狩りに誘おうと思う。お前も口添えしてくれ。何を考えておいでです。よいな、玉津さん。定兼様、
よくやったぞお前たち。褒美を取らそう。我山下貞兼、主君神与光弘公を暗殺せちくせ者を成敗したり。平定すべき仁君なり。まさにしかり。ヒップの言うたる麻呂信時や老介なる安西景面など足元にも及びませぬ。さあ今宵は心ゆくまで。相手をお間違いでございます。何を言っておるのだ。どうした玉津さん。気分が優れませぬゆえ先に休ませていただきとうございます。殿、村人どもが城門まで押しかけてきております。貞兼公に謀反を企てし金丸八郎高吉を捕まえましてございます。早速連れてまいれ。ではないわ。八郎の息子か。ガキに俺が切れるか。死にぞかないが。誰だ。八幡太郎義家が末裔、里見又太郎義実なり。鎌倉久保軍の生き残りか。で、金丸めに助立ちして、にどんな徳がある。主君の仇を討つは武士の務めなり、それに助成するもまた。ざれ言を言うな。俺を倒して、この泡を手に入れようというのだろう。まさにトンビに油揚げ。内心面白くないのではないか。金丸、神与の家と縁続きの者がよそ者を主君と仰がねばならんのだからな。黙れ。うぬ
浦も俺と同じ穴の無地な。武士の本分を利用して己の野心を満たさんとするさもしき下郎よ。貴様の望みは何だ。里見の子犬どもがもがき苦しむのを眺めていたいだけのこと。でなければ成仏できぬか。分かっていらっしゃる。わしの命をくれてやっても。失礼ながらあなたでは役不足。うどうした？どうしたって聞いてんだよ、こら！表を上げよ、玉津さん。万事は国衆、陣与光弘公をその色化にて惑わし、御政道にさえ口を差し挟みて国を乱したり、さらにあろうことか、薬賊山下貞金目と三つ、光弘公を暗殺に手を貸したりて、その罪極悪の極みなり、死してその罪を償え。古来よりおなごは、三害に家なしと申します。連れ添う者によって幸せにも不幸せにもなり、決して自ら望みて悪事を行うものではありませぬ。定金目の命に従っただけだというか。おなごなれば命を助け、あわより追放するだけでもよいかもしれぬな。なりませぬぞ、里見殿。おやつがおらねば光弘公暗殺も一朝一夕になるものではなし。定金目に次ぐ悪党はこの玉津さに他なりませぬ。しかし武士にあらざる女子。もし玉津さを許さば、吉実公もその色化に迷いたるときっと世間が申しましょう。お、何を言うか。首を跳ねよ。里見殿、一旦許すと言っておきながら、その下の根も乾かぬうちに言葉をたがえるとは。神君どころかとんだ愚症。さあ殺すなら殺せ、殺しやがれ。その代わり早くそやつを切れ。その代わり馬子の代まで畜生道に追い落とし、生きながら煩悩の犬となさ。何者だあいつは。安西影面の死に様を知っていますか。確か犬に食い殺されたんだったな。その犬の血を分けた者どもです。そいつは面白いよ。畜生の血なら俺の体の中にもたっぷり流れてやがるから。
誰だ。いい刀だね。おめえに会ったことがあるんじゃねえか。ありゃ夢か。何？オイラは強いよ。これで8人揃ったね、古文豪人。まさかお前、バイハチ。Thank you.
若き瞳たちよ、明日になれば街は変わり、昨日までがまるで嘘のよう、さあ涙を拭いて、君がそこにいて何もしなくても、時が流れるだけで君は旅をしている、さあまだ見ぬ世界へ。何故集い何をなす、戸惑う心の剣士らを定めは修羅へ導かん。祖は次の回にて時は来るを見て知らん。